皆様こんにちは。柏市議会議員選挙に立候補しました37歳農業と渡辺邦博でございます。今回の柏の市議会議員選挙ではぜひ私渡辺邦博に一票投じてください。農業問題のみならず一児の父としても子育て政策に邁進してまいります。同世代の友達も子育て世代でございます。おむつの自動販売機を公共施設にも導入したいと思います。お隣の松戸市では公共施設に初の導入がございました。柏市でもいい政策はどんどん真似して松戸市だったり柏市そして流山市も切磋琢磨して子育て政策訴えてきます。投票用紙には渡辺邦博お書きください。以上農業党の渡辺でした。